誰だ？小西だ。小西くんか。今日の注目人物ですよ。やばいやばいやばい。ってことがありました。うわー、ちょっとアースライトの相性悪いな。よろしくお願いします。お願いします。頼むね。え、これ何これ。あ、焼けてるから。焼けてるから。これをアジフライをして。あ、私トマト切りたいんですよね。え、トマト。いやいや、アジフライ。トマトどうする。トマト、トマトを切りたくて。トマトは何、何用のトマト。いいよ、いいよ、美味しそう。ナイスナイス。いいよ、小西さん。切ります。トマトは何、何用。盛り付けです。あ、盛り付け。あ、考えてる。はい、考えてくれてんだ。あ、そのすごい、その切り方する。初めて見る切り方。え、やっとしよう。で、気をつけて。どこを切ってるの。ちょっとね、気をつけてほしい。アジフライ、ちょっと大丈夫かな。アジフライ、アジフライ、アジフライ。お母さん調理師なんだよね。お母さん調理師です。なんかの儀式だ。いやいや、トマトってキャベツ置きじゃないからね。これは油を吸わないといけないんですけど、吸えないんで、このまま置きます。ああいうことになるの。嘘だろ。玉ねぎの上に乗りました。オニオンが。オニオン。いや、やっぱり規格外だね。これちょっと前よりひどいな。これを、うん、うわ、そこ切る。その真ん中もだよ。キャベツの左肩が混ぜかれました。びっくりしてるよ、キャベツが。ここ切られるんだ。切られたことないけどね。キャベツ大丈夫か。初めての。上乗っけんだね。この人すごいね。よしよし。あ、こんな、こんな、ありがとうございました。こちらこそ。これ